単位だけはなりたくないって思って今までずっと生きてきたんだけど、分かる、ちょっと言っちゃってる俺ってなるわけ。おいしいおいしい、どうした。おいしいって未成年ですか。ああそう、未成年でタバコも吸ってお酒も飲んで好き放題やってほぼこんな状態の元井のおやじです。お縄だお縄で済むかなこんなことここで言ってお縄で済むか大丈夫かな俺も多分この世界からも建設業界からも多分追放されると思う。燃え尽きるっす、燃え尽きる大炎上間違いなし、はい、嘘ですよ。確かにあれだね、年齢たんま今まで言ってこなかったね。そうっすね、あんまりこの動画の中で今まであんま公開してこなかったから、はい、ちょっとこれを機にリジ君いい質問してくれたんで、ちょっと俺の年齢かけ、野田の親父の年齢とかそこら辺周りの話をちょっと深掘りして話していってみようか。お願いします。まあじゃあ年齢の話なんだけど、逆にめっちゃうざい、よくあるあの、いくつに見えます？キャバクラじゃないっすそんなマジで言わないそんなマジで言われましてもっていうとこあるから、はい、めっちゃうざいよね。だいぶマジでそういう大人だけはなりたくないって思って今までずっと生きてきたんだけど、はい、その親父にはならないで。そう、あ、この間ね、はい、キャバクラ行ったんだけど、はい、あのちょっとお付き合いでねキャバクラ行ったんだけど、はい、その時に、はい、絶対そういう大人にはならないって心に決めてるわけ。女の子とかにさ、はい、おいくつですかって聞かれた時にいくつに見えるっていう、もう俺、はい、隣の席人が聞いててマジこいつマジキメえなと思ってたけど、ある程度お酒飲んでね、あのキャバクラのお姉さんがね、おいくつですかお兄さんって言うといくつに見えるって言っちゃうんだよ、ね、ちょっと言っちゃってる俺ってなるわけよ。全然意識してないんだけど、あれ言ってる人たちみんな多分悪気ないね。はい、そうっすね。多分ね、あのね、違うんだよ、シンプルによく考えたら、あの話す手札がなくて切ってんだよね。ああ。いくつに見えますって言ってもらって、いくつだよいくつだよです話広げられる自信がないから、とりあえずいくつに見えると思うっていう、めちゃくちゃクソつまんないことしか言えないみたいな、はい、いやそんな話はどうでもいいんだけど、はい、マジでね、あの年齢の方公開してないですが、別に隠す必要も何もないので、あの言ってしまうと、自分は今年27歳です。はい、わー、じゃあ今日はありがとうございました。お疲れ様です。で終われないよね。おいおいおい。さすがに終われないよね。はい。だけどもこれ以外何もないんだけど。そうですね。まだ今年27歳なので、はい、だから同い年の方もたくさんいるんじゃないですか。そうですね。見てる中で。そうですね。1996年生まれ。誕生日は4月の24日。おお。ですね。はい。あの1996年といえば、なんだっけ、アニメのワンピースが始まった年とか、そのぐらいしかない、特に何もない。年だったような気がするんですけど、平成でいうと平成8年生まれですかね。そうですね、27歳で、ゲーム中で今この動画が上がる時点ではまだ26歳なんですよね。で今年の4月24日に27歳になります。ちょうどトビを始めたのはもう18とかそのぐらいなので、ちょうど9年ぐらいになるんですかね。トビをやって9年ぐらいになるんですが、まあなんだろうな、年齢を教えてくださいっていうコメントが多かったんで、とりあえず勢いでこの動画を撮ろうってことになったんですが、あの年齢の話をしてくださいって言われて話せる人間は多分この世の中にそんなにいないと思いますっていうぐらい話すことがないです。じゃあ、うん、何回目の誕生日が一番幸せでしたその質問なかなか鋭いね、はい、なかなかキレのあるカーブ投げてきた人生で俺初めて聞かれたかもしれない何回目の誕生日が一番面白かったかな。そうだね、誕生日ね、多分思い返すと大人になってからの誕生日って、はい、気づいたら過ぎてた方が俺結構多いのよ。気づいたらその日みたいな、当日みたいな、そう当日みたいな、はい、俺今日誕生日なんだみたいなっていう風になっていくじゃん。二十歳過ぎてからさ、誕生日って楽しみじゃないものになるじゃん。はい。別に特に楽しみじゃないわけよ。今全然誕生日って、年を取ってくだけだから。はい。若くいたいわけじゃないですか、できるだけ。だけど二十歳まではさ、大人になりたいがあるじゃん。法律的なあれもあるしさ、大人になりたい、大人になりたいがあったけど、だからやっぱ二十歳とかの誕生日が、一番俺的には強烈に思い出残ってて、その時は誕生日パーティーやってもらったんだよね。地元のその友達とかに二十歳の時でバーって祝ってもらって、記憶なくなるまで飲んで、なんか、そのプレゼントとかもさ、今さ、もうこんなもう年中作業着で、みたいな生活してるけど、当時はやっぱさ、二十歳の時はまだね、ちょっとかっこいい財布持ちたいみたいなのとか、あったわけですよ。そういうのを友達からプレゼントしてもらったりとかで、すごい思い出に残ってる楽しい誕生日だったなっていうのは二十歳かな。で、まあそれ以前の誕生日で言うと、もうあれじゃないですか。小学校の時にメイドインマリオの DS のやつをお母さんが買ってくれたとかっていうぐらいの思い出が出てくるんだけど、まあそれもすごい嬉しかったけどね。当時ね、DS とかやっぱゲーム好きだったんで、誕生日プレゼント買ってもらったとかっていう、まあそんなこんなの繰り返して、まあ気づけば僕ももう27歳になって、それこそ
あと、あと4年もたば30になっちゃうわけですよね。はい。本当にこの動画見てる皆さんも本当にびっくりしてる方いると思いますけど、今いくついくつって自分のこと考えて、もう俺まで言うわ、もう27かよ今年ってなってるから。ということも、俺よりも年上の方々なんてもっとそうやって思ってるかもしれないですけど、せっかくですから今27っていうことを公表しましたから、今後の抱負的なことを話して動画をね、最後締めさせていただければなと思いますが、今年の抱負っていうか、まあ、今後の抱負で言うと、26歳までの、まあ、自分は結構その、若さゆえの至らないところっていうのがね、数多くあったなっていう風に見受けられるんで、なんか礼儀の部分だったりとか、いろんなとこあるんですけど、なんでこれから、その、27歳、28歳、29歳、30歳、とりあえずこのぐらいまでは、やっぱ人から、ついてきてもらえるような人間になりたいなっていうところを一番思ってるんで、とりあえず嘘をつかないとか、人に宇宙に立たるような生き方をしないとか、人に見られてないからいいとか、そういうんじゃなくて、神様は絶対見てるっていう、別に俺神にを信じてるみたいな感じじゃないんですけど、誰かから後ろ指立たるような生き方は絶対しないな、したくないなっていうところを誓ってですね、初心を忘れずに日々仕事の方を頑張って、理事にも尊敬されるような男であり続けたいなと思ってるのが、とりあえず今後の抱負ですかね。深いっすね。ってことでね、ノートインの親父の年齢を、公開するという内容で話してきて、まあ今後の抱負とかね、ちょっと展開してお話ししてきましたが、なんだかんだね、これさっきも言ったけど、理事とか仲間からも慕われてね、こうやっていい環境でみんなで仕事していくっていうのは、やっぱいい仲間あって、いい会社あって、いい社長あって、これがないと、全部の条件が揃わないと、いい環境でみんな働けないっていうのはわかりますよね。はい。全然わかってなくない？全然わかってない。キースだ、今。めちゃめちゃ熱い話をさ、5、6分ずっとしてきたのに聞いてました。今日夜ご飯何かなって考えてました。こんなやつがいるから多分うちの会社はでかくなっていかないんだ、まだまだ。おお、俺のせい。俺のせいだな。いやけど本当にね、そういうのを踏まえてですよ、本当にいい会社をみんな見つけてほしいと思ってるわけです、僕は。はい、毎度毎度言ってますけども、今日も、口うるさく言わせてもらいます。学校の先生だと皆さん僕のこと思ってください。それでは皆さん、僕は今日言いたいことは一つだけ。それは、建設ジョブズです。ありがとうございます。ありがたき言葉、ありがたき言葉、建設ジョブズ、ありがとうございます。建設ジョブズはですね、施工管理と設計の求人サイトです。ホワイトな企業しか登録できないようになってますんで、ブラック企業で働いて悩んでる方はですね、ぜひ、だって一旦、一回でいいですから、僕のプロフィールから建設ジョブズの方を見てみてください。それ以外で、職員の方、別に置いてってるわけではないんでね、職員の方でお仕事悩んでる方、トビやりたい方っていうのは、ぜひ、僕の会社に、応募していただければ、僕も理事もいますんで、ぜひ一緒に仕事をできたら嬉しいなと思ってますんで、ぜひ僕のプロフィールから、応募サイトありますんでね、飛んでみてください。ぜひご応募お待ちしております。ということで、今日は僕の年齢が27歳という話をですねしてきましたが、理事君どうですか？親父は童顔だから建設ジョブズは登録できません。建設ジョブズは童顔の方がいい会社を紹介してもらいやすいんだよ。うぜえ。